不二十一言論とは、インド哲学、ヒンドゥー教のベーダン多学派において、8世紀のシャンカラに始まる、ベーダン多学派の学説、哲学的立場である。これは、ベーダン多学派における最有力の学説となった。不二十一言論は、ウパニシャットのボーン外一二思想を徹底したものであり、ブラフマンのみが実在するという説である。ブラフマンが、未展開の名称。 携帯を展開することで、虚空から風、風から火、火から水、水から地の順番で五代が展開し、五代より体が生じ、ブラフマンはアートマンとしてこの体に入る。よってアートマンは物質的な体とは全く異なるが、人の子がは、ブラフマンと同一、不意である。未展開の名称、携帯は何とも言い表すことのできない未確定。 未分化の状態にあるもので物質的であり、純粋精神であるブラフマンと本質を意味するが、ブラフマンの中にあり、ブラフマンから独立した存在ではない。未展開の名称、形態から展開した諸現象、物質的な現象世界は、無名によって仮にあるように見える、虚妄真実には存在しない、マーヤーのようなものである。 シャンカラの思想の中で無名が占める意味は大きいが、彼は著作の中で十分な論理的説明を行わなわず、無名とは二択であり、二択とは前に近くされた項が、早期の形で、オッツの中に権限することであると簡潔に定義するのみだった。現象界の万物の本体は平等であるが、項下、善悪などの様々な違いがある。人が経験する現実では、 多数のコガが,があるように見える。人は、頭角機能などのアートマンではない所属性を、アートマンであると思い、アートマンとブラフマンは別であると考える。こうした誤りは無名によるもので、無名によって、人は迷い、自分という中心主体があるのだと思う。アートマンと、非アートマンを区別できないことが、輪廻から抜け出せない原因である。ブラフマンだけが唯一で不二の実在者であり、 これが真実である。誤った二託を召し、アートマンを正しく認識し、コガがブラフマンと同一で、現象界が実在しないマーヤーであると悟ることで、無名は知りけられる。これにより、コガによる縛りはなくなり、下脱が果たされる。知識のみが下脱の手段であり、一切の行為は無名に基づいているため下脱の手段にはならないとして否定した。 知識と行為の両方が下脱に必要であるという、治業併合論を知りけたが、行為は、心の浄化に、相対的、間接的には役立つため、明智を得るまでは実践すべきとした。教典、ブラフマスー,ートラが成立してからシャンカラが活躍する、時代までに、ベーダーン多学派の思想は、仏教の影響を受けて大幅に変質した。 シャンカラは仏教化したベーダーンタ哲学を原点であるウーパニシャットに立脚して本来のあり方に改革しようとしたが仏教的要素を排除することはせず仏教的要素にベーダーンタ的解釈を施して取り込む形をとった。これにより実在論的ブラフマン一元論であったベーダーンタ哲学は幻想主義的ブラフマン一元論へと変容した。シャンカラの思想は ビバルタバーダと呼ばれるもので、大乗仏教の有意識派の特満法有意識、荒屋式の思想などと類似がある。そのため、他派からは仮面の仏教徒と,と批判も受けた。シャンカラは、ブラフマスートラにおける一元論の論理の不徹底さという問題を解決すべく、新たに未展開の名称、形態と無明の概念を導入した。未展開の名称、形態を世界のと考え、 一切の物質的なものの原因とみなしたため、サーアンキア学派の根本物質に相当するとも見え、サーアンキア的な二元論に近づいている。未展開の名称、形態から展開した、現象世界は無名に起因するマーヤーに過ぎず、ブラフマンイコールアートマンのみが真実であり、実在するという幻想主義的、ブラフマン一元論を唱え、二元論に陥ることを避けた。 無名な本質を構成するものについて、シャンカラ以後のベーダーアン多学派では、様々な議論を行い、また、ブラフマンとコガの関係、ブラフマンと現象世界の関係についても考察されて様々な学説が生まれることとなった。シャンカラの思想は、ブラフマスートラ仲介などの著作に記されている。彼の主要な著作は、注釈文献であるが、注釈でない新作と考えられるものに、 ウパデーシャサーハスリーがある。他にも、シャンカラの著作とされるものは膨大にあるが、大部分は偽作と考えられている。スーフィー、イスラム神秘主義には、ベーダンタ起源説、仏教起源説があり、シャンカラの系統の幻想主義的一元論と、スーフィーの思想には類似が見られる。スーフィーにおける、存在の唯一性と、経験の唯一性の論争も、 シャンカラの系統のベイダーアンタ哲学と共通している。近現代ではイギリス領インド帝国下でのヒンドゥー教会核運動に始まるネオベイダーアンタと呼ばれる潮流がある。イギリスの神秘思想団体エコノミックサイエンス派、ニューエイジのバイブル的存在であるアメリカの奇跡講座の思想、アメリカの思想家圏ウィルバーのトランスパーソナル心理学にも顕著な影響が見られる。 ありがとうございます。